水とは、洪水、高潮などの水害や、地滑り、土石流、休憩者地方会などの土砂災害から、人間の生命、財産、生活を防御するために行う事業を指し、具体的には、堤防、護岸、ダム、放水路、湧水池などの整備や、河川流路の付け替え、稼働春節による流量確保、氾濫源における人間活動の制限などが含まれる。 洪水で水没した町河川と堤防オランダの大堤防水は人間生活にとって不可欠な資源であると同時に水害や土砂災害などの危険ももたらす。水の持つ危険性を制御しようとする試みが治水であるが一方で水を資源として使用するための制御、すなわち利水も必要となってくる。水の制御に取り組むという点において治水は 自水との共通性を持ち、両者に不可分の関係が生じるのである。そのため、抗議の治水には、利水をも含むことがある。治水にあたる英語は、フラットコントロールであるが、これは単に洪水調節のみを意味する。日本語における治水は、洪水調節のほか、土砂災害を防ぐ砂防や、山地の森林を保安する地産をも含む、意味範囲の広い用語である。 いかなる治水対策を講じたとしても、すべての水災害を防ぐことは不可能である。どの水準の水災害までを防御するか、還元すればどの水準の水災害までを許容するかが、治水対策を行う上での立脚点となる。治水の始まりは文明の始まりと強い関連性がある。 世界四大文明に代表される多くの文明社会ではその早々期に反乱農耕が行われ、農耕の発展により生産物余剰が蓄積されて、都市が発生し、都市住民の維持を目的として安定した農耕体制を確立する必要に迫られた。安定した農耕を確立するためには、治水と考えの導入が不可欠であった。治水。 考えの導入には労働力の集約を要したが、この労働力の集約を通じて、初期国家が形成されたと考えられている。また、文明が発祥した地域の多くでは、洪水が毎年定期的に発生したので、洪水時期を推測するための歴法や天文学が発生し、治水構造物を作るための土木技術や土良工なども発達した。歴史上における、 治水技術は主に台風、モンスーン地帯にあたる東アジアで発達していったが、近代的な治水技術はヨーロッパの中でも低地に国土を広げてきたオランダで著しい進展を見せた。19世紀から20世紀以降は高度に発達した土木技術を背景に成立した近代的、治水技術によって水害による被害が著しく軽減されたものの、20世紀末期頃からヨーロッパを 中心に、それまでの治水技術が自然環境に大きな負荷を与えていたことへの反省がなされ、自然回帰的な治水を施行する動きが強まっている。一方、多くの発展途上国では、未だ十分な治水対策がなされず、繰り返される水災害に悩まされている地域も少なくない。最古の治水の歴史を有する地域の一つがメソポタミアである。メソポタミアでは、 紀元前5000年までに日本のタイガティグリス川、ユーフラテス川の氾濫源で濃厚が始まったとされている。同地域での治水、考えの開始時期は、高級バイド文化期の紀元前4300年、紀元前3500年頃と考えられている。この時期の治水は、洪水時に河川から一流した水を人工のため池に貯水するものであり、人工池の水は、 その五用水路を通って農耕地へと供給された。すなわち治水は考えと表裏一体の関係にあった。紀元前18世紀頃にメソポタミアを統一したバビロン第一王朝のハンムラピオーの時にティグリス・ユーフラテス両河の治水体系が整備された。両河川の流域では毎年5月に上流の雪解け水に由来する洪水が発生していたが、 洪水時の一水を収容するため両河川を結ぶ、数本の大運河と大運河を連結する無数の小運河の大運河網が作られた。これにより、洪水の被害が軽減されるとともに、運河に貯められた水は、灌溉に利用された。半村ピオーキに建設された治水体系は、その後、アケムネス町、サーサーアン朝に継承され、アッパース朝前期には、 運河網が再整備されるなど非常に長い間名脈を保った。しかし10世紀以降は政治体制の混乱に伴ってメソポタミア地域の治水は次第に衰退していき、イルハン朝及びオスマン帝国において治水体系の再建が試みられたこともあったがバビロン王朝政治の高度な治水体系が再び復活することはなかった。アスワンハイダム古代エジプトも メソポタミアと同じくナイル川という大河川の氾濫源に濃厚が発生した。ナイル川上流域では毎年6月に雨季が訪れ多量の洪水がナイル川に注がれる。多量の雨水はナイル川の長い流路を下っていき、9月から11月に下流域のエジプトへ洪水となって押し寄せる。この定期的な洪水は氾濫源に肥沃な土壌を残すとともに、 途中の塩分を洗い流したため、ナイル川下流域における高い収穫率をもたらした。このため、エジプトでは古代以来洪水を防御するための治水は、ほとんど行われず、もっぱら灌溉技術が発達していった。近代に入り1902年にアスワンダムが完成し、さらに1970年にアスワンハイダムが、完成するとナイル川の洪水はほぼ制御できるようになった。しかし、 ナイル川デルタなど下流域では、洪水が発生しなくなった代わりに土壌の貧弱化、塩化が進み始めたため、以前は必要としなかった肥料に頼る農業へと転換していった。スカルド近郊のインダス川、インダス川下半で、インダス文明が起こったのは、紀元前2600年頃のことと考えられている。インダス川流域では、 毎年6月から7月の時期に、モンスーンの到来によって雨季が訪れる。雨季の降水は、インダス川の氾濫を起こしたが、氾濫源には、肥沃な土壌との工用水の水源となる湿地が残された。インダス文明期には、洪水期前になると、川に沿って低い土手が作られた。この土手は洪水を防ぐものではなく、洪水によってもたらされた。 肥沃な土壌を高地に溜め込むためのものだった。そのため、メソポタミアやエジプトのように考えが発達することはなく、反乱濃厚に依存していたと考えられている。インダス文明の濃厚は洪水を前提としていたので、水害を防ぐ治水はほとんど行われていなかった。その後インドアタージクでは、ガンジス川流域を中心として、灌漑推理の発達が見られたものの、 水害を防ぐという意味での治水はほぼ存在してこなかった。インドにおける治水の始まりは1947年のインド独立以降のことである。1948年に開始したダモーダルカ国総合開発事業がインドの治水の行使であり、その後、1954年のインド大洪水を受けて全国治水計画が策定されるに至った。 全国治水計画のもとで1万 km を超える堤防が建設されたほか、各州ごとに周知水政策に基づいた治水対策が行われているが、まだ十分な水準に達していないとされている。宇宙から見たライン側、川口デルタイン側の氾濫源への一水ヨーロッパは安定した地質の構造平野が広がり、河川は構造平野を掘り下げるように流れるため洪水時の 氾濫源となる中石平野はあまり広く形成されていない。台風やモンスーンによる多様の降水もないので水害が発生する頻度は例えば東アジア地域と比較すると高くはない。ヨーロッパで地水が特に発達したのはオランダである。オランダはライン側、マース側、スヘルデ側の河口デルタに立地し、かつ海面を観客して、 土地を広げたため国土の大部分が海面と同等か、それより低い。オランダでは水害を防ぐため、川床を浚渫して、河川流量を確保し、河川、海岸沿いには堤防を張り巡らせ、さらに高潮対策として河口に石を築くという、近代的な治水技術が早くから成立した。オランダ以外のヨーロッパでは治水の歴史に特筆すべき、ものはない。ヨーロッパ各地で、 本格的な治水対策が始まったのは20世紀以降のこととされている。ヨーロッパでは洪水による冠水は頻繁に発生しないため、河川付近の氾濫源を農地などに整備し、堤防を築いて、稼働を直流させ、上流にはダムを設置するという、水害を人工力で抑制しようとする治水対策が20世紀に入ってから主流となった。しかし、こうした 治水対策は自然環境に大きな負荷を与えるばかりでなく人工力を超える水害が発生した際はかえって被害が大きくなることが次第に判明していった。1970年代頃から人工的に整備された河川を自然の姿に近づける試みが水素西ドイツオーストリアを中心に始まり、1980年代になると近自然的治水工法が 本格的に採用されていった。例えば、かつて氾濫腹だった箇所を再び湧水池に復旧させる事業や、直流していた河川を蛇行させて、自然の姿に近づけ河川を取り巻く、生態系を再構築する事業などが、精力的に実施されている。21世紀におけるヨーロッパの治水は、必ずしも洪水防止のみを主眼に置くのでなく、 自然環境の観点から河川を良好な状態に保ち良質な水源として維持する河川環境復元へとシフトしつつある。水害が比較的少ないヨーロッパでは治水対策より河川の水質保全が重視される傾向にある。なお、ヨーロッパの治水管理の現況に触れておく。ドイツでは各州が河川管理を行い水系一貫型の治水ではない。 100年に一度規模以上の水害を想定して、治水事業が進められ、21世紀初頭までに、ほぼ達成されている。フランスでは、洪水防御の義務を負うのは、中央政府ではなく、貸し所有者であり、中央政府、自治体だけでなく、住民も治水に対して、相応の責任を有している。オーストリアでは、都市域は100年に一度規模以上、 都市以外の地域は30年に一度規模の水害に耐えうる治水が行われているが、大河ドナウ川については非常に高度な治水対策が施され1万年に一度規模の水害を防御しうる治水対策が達成されている。全般的にヨーロッパ各国では氾濫源を復元し、氾濫域内の土地利用を制限する政策が採用されている。 ハリケーン・カトリーナ水害アメリカ合衆国における、治水は19世紀末まで堤防に頼る、地先防御が主流だったが、1917年の洪水防御法の制定によって、本格的な治水対策が始まり、陸軍工兵隊と開拓局が中心となって、ダムの建設や河川改修などが行われた。この時期は、テネシー川流域開発事業に代表される、 大規模な流域総合開発が展開した。この流域総合開発は大規模ダムの建設などによって治水だけでなく水資源開発や発電開発などを実現しようとするもので世界各地の治水対策に大きな影響を与えた。1960年代から堤防などハード重心の治水対策の限界が見え始め氾濫源管理やソフト対策を重視した治水へと 移行していったこの時期に始まったソフト面での治水対策として特筆すべきは連邦政府が運営する全米洪水保険制度である。この制度は洪水に伴うリスクを個人が負うのではなく地域コミュニティが負担することを原則としておりソフト面治水対策の大きな柱である。1970年代頃からは河川の自然環境の保全、復元が注目されていき 環境保全とバランスの取れた治水対策が求められていくこととなる。同時期にヨーロッパで始まった河川環境の復元事業はアメリカにも導入され、盛んに実施されている。1980年代からは、州政府や自治体による治水が中心となった。1990年代以降、ミシシッピ川大洪水やハリケーンカトリーナ水害などの大規模な水害が、 発生しているが、ソフト面に重点を置いた治水による総合的な対応が精力的に実施されている。長江三峡ダムの工事中国の治水は三つの大がすなわち河北の河が下中の、y、が河南の長江を中心に行われた。特に多量の濃度を含み急速に川床が上昇する河河は容易に氾濫を繰り返しており、この河河の治水が 最も古い歴史を有している。四季には、帝、行の時に、黄河の洪水が止まらなかったので、今日水を行わせたが9年経っても成果が上がらず、罷免され、その子の宇が事業を引き継ぎ下水の分水によって、治水を成功させ、その功績をもとに夏王朝の始祖となったことが、記されている。元より、宇の治水は伝説であるが、黄河の治水が、 王朝にとって最重要課題であったことを物語っている。春秋時代の甲が Y が、長江の流路中国の治水氏は、最初の段階では河川付近での居住、濃厚を避けることから始まった。当時、河川から25里以上離れた場所に居住することという伝承があったように、陰、周の時代は下水による小規模な灌溉事業が始まってはいたものの、 河川から離れて生活することがほぼ唯一の治水策であった。春秋時代になると河川の氾濫域に農地が進出し、河川堤防の建設が見られるようになる。黄河の大堤が建設が始まったのは春秋時代である。戦国時代には李氷、蔡門氷、帝国などの治水技術者が現れ、多くの治水事業を成し遂げたことが四季川教書に記されている。 この時代に本格的な治水事業が行われ始めた。当時の治水は分水路や運河を設けて、下水を分散させ、堤防は高くせず、川床を浚渫したり、下流障害物を除去したりする方策が取られていたと考えられている。はた、寒気は統一王朝のもとで、運河、灌漑水路の建設が盛んに行われ、流通や農業生産の向上に大きく貢献した。 新長期には、黄河が堤防決壊により、流路を大きく変え、その後も堤防決壊が相次いだ。五寒期の70年前後に黄河治水に当たった王ーは、数十万人を動員し、黄河に長大な堤防を築くとと,ともに、黄河を分流させることで、黄河の流路安定に成功した。三国時代以降、長江流域から Y 河流域にかけて稲作が普及し、 灌漑水路が増築されたが、そのため帰って洪水が増えた。南宋、近畿の黄河、Y が、長江の流路1128年、北方から勢力を伸ばしてきた金の南下を防御するため、南宋は故意に黄河の南側堤防を破壊した。これにより黄河は南東方面に流路を変更し、Y がに合流するようになった。宋代の頃から、長江流域の経済が、 活発化しのうちの開発などが進むと、長江の治水対策が重要な政策事項として、浮上してきた。また、関大以降治水管理は冷遇され低い地位とされて、北が、現代に入ると治水、灌溉、水運を三位一体して、河川、水路の運用を図ろうとする、水角が形成されるようになり、治水管理に高い地位が与えられるとともに、治水完了体制も整備され、 特に地方における治水の発展が見られた。中華人民共和国の成立以後は近代的な治水が本格的に導入されて、ダム、堤防、排水路建設による治水が一定以上の効果を上げ、前代と比べると水害の危険性は大幅に軽減された。その一方で、1970年代から高河下流での暖流が発生し高河の水量不足が 次第に深刻化していった。この背景には、郊外流域での水資源の多量使用がある。そのため中国の治水のテーマは、南水北町、すなわち中国南部の豊富な水資源を、水資源の不足する中国北部へ、いかに配分するかという点にシフトしている。20世紀後期から建設が続いている長江の、 三峡ダムは洪水調節や発電などの機能を持つだけでなく、高河方面へ水資源を分配する機能も期待されている。日本の治水は次に挙げる理由により多大な困難性を有している。まず、日本列島が3の5枚の大陸プレートが複雑に衝突し合う、その上に立地していること。えに急峻な地形が多く、安定した地質体が存在せず、国土はろく。 不安定な地質に占められている。さらに台風、モンスーン地帯に当たるため、火星や崩壊による侵食が一しいまた、川境係数が非常に大きく、出水期に洪水が発生しやすい。日本では人間活動、生活の大部分が中石平野上で営まれているが、元来中石平野は河川洪水の氾濫源であり、洪水被害を受けて、 当然の地域なので治水が非常に難しい。また比較的安定している鉱石台地も農地や住宅地などの拡大、開発が進んだため土砂災害が発生する確率が増大している。そのため日本では水害や土砂災害による被害を非常に受けやすい地理的条件が生まれており、ここに日本における治水の特殊性、混乱性がある。以下、 日本の治水史を外観する。戦士、古代の治水日本の治水の歴史は、弥生時代に遡ると言われている。この時代は、洪水を避けるため扇状地や河川から離れた地域で、水田が営まれる例が多かった。また、氾濫から、集落、高地を防御するための排水路や土手の移行が、発見されている。本格的な治水事業は、古墳時代に始まった。 機内に成立した大和王権は、4世紀後期から5世紀にかけて、統一政権としての政治力を背景として主に、河内平野の開発に着手した。当時、河内平野東部には、河内湖が広がっており、淀川や大和川の氾濫流が流入して、しばしば洪水が発生していた。この洪水を防ぐため河内湖から、河内湾に排水する南場の堀江が開作され、 淀川流路を固定するまむた包みが築造された。これらの治水事業は、仁徳天皇の自責に固くされている。この時代に多数営まれた、前方公園墳を築造するための土木技術と、河内平野を中心に行われた治水との関連も指摘されている。当時の代表的な治水遺跡として、岡山市の津寺遺跡がある。足森川の急流路に沿って、 約90メートルにわたり6000本以上の杭が打ち込まれており、堤防、護岸の跡だと推定されている。これが最古の治水遺跡の一つであるが、成立は古墳時代末期から奈良時代にかけてと見られている。8世紀初頭に始まる律令国家のもとでは治水は非常に重要視された。律令上、治水は国史及び 軍事の主要任務である官能の柱の一つに据えられ、水害が発生した際の応急処置の手続きまで詳細に定められていた。また、河川などの水を公共物として農業用水などの利用や洪水対策などの方針については国家が定めるとした洪水主義が掲げられていた。機内金国では、淀川などの大河川で水害が発生した際に国史軍事では 対応が困難なため、中央から特に修理停止や懸水害停止、蓄停止などが派遣されて、国家直営の治水対策が実施されることもあった。また、平安系に近い鴨川や東東美国の新玉川などでも大規模な工事が行われている。このように、律令国家による治水は一定以上の機能を発揮していたが、9世紀後期から10世紀の間に、 律令国家体制が境外化するのに合わせて、香水主義が放棄されて、地元の豪族などに、溶水の管理などを一任されるようになり、律令国家の治水も衰退していった。この時期の治水は小規模な溶水路やため池造営に止まるようになる。空海が築いたとされる万能池は、その代表的なものである。中世、戦国期の治水震源包み震源亭の、西、 牛立領国家に代わって治水を担ったのは当時経済力をつけつつあった地方の富豪たちである。11世紀には富豪層が経営する開発受けを業者が出現するまでになっていた。ただし彼らは決して領域的な治水対策を行ったわけではない。12世紀頃に始まる中世社会においても事情は変わらず、荘園、公領の支配者、権利者たち、 すなわち、省園領主、在地領主、受領、在長官人らは、職の体系の制約の中で、自らの権利が及ぶ、範囲内で、治水対策を施したのである。12世紀以降に新たに治水の担い手として、登場したのは、東大寺及び、西大寺などの肝人層たちである。長元や認証に代表される肝人層らは、肝心活動の一環として、治水にも取り組んだ。 肝心僧ラの治水事業は、例えば、備中国なりわ川の改作事業などが知られている。14世紀に入り独自の自治権を獲得した村落、すなわち、僧村、豪村が登場すると、これら僧村、豪村の構成員である百姓のほか、国人らも自ら治水対策を講じるようになった。領域的、体系的な治水が本格的に復活するのは、戦国時代。 安土桃山時代のことである。戦国時代とは、戦国、大名や黒人領主らの地域権力が確立し、自主配地域を領域化していく一方で、他の政治勢力からの独立性を確保していき、各地域に独自性の高い領国イコール地域国家が並立した時代だと理解されているが、各戦国大名は地域国家の経営者として、 支配下の豪村を洪水被害から守り、治療国の安定した経営を図るため積極的に治水対策に取り組んだ。また、戦国期は全国的に水害をはじめ干ばつなどの災害や飢饉、薬病が頻発していた時代で、戦国期の合戦はこうした時代背景のもと発生していたと考えられている。また、合戦と関係して築城された城郭の不振は、 川女不振と共通する土木技術を要し、城郭と治水は相互に技術を応用して発達していたと考えられている。この時期の代表的な治水には、武田信玄が海の国河川流域に築いた信玄堤と与富秀吉による淀川沿いの文禄堤及び、伏見小倉池の大閤堤などがある。また、農美平野などに見られる和獣堤も、 戦国時代もしくは室町時代後期に成立したとされている。戦国期の治水は大名権力の影響力と相関し、大名権力にとって高度な技術と大規模な人足動員を必要とする本格的な治水が可能であったかとする点には議論が存在する。近世の治水江戸時代に入ると治水はより大規模化し、また広く普及していった。 江戸時代に流星した大規模な治水技術は、治水の手法などによって、甲州流、美濃流、上保流、関東流、奇襲流などと呼ばれた。江戸時代に顕著に見られる大規模治水は河川の付け替えである。古くは1605年の矢半木川の世外に始まり、17世紀、前期中期にかけては、利根川、渡瀬川の流路を江戸湾方向から、 東の絹川調子方向へと、がえする、利根川当線事業という大事業が行われた。1704年には、河内平野住民の永年の悲願であった、大和川南線事業が完成した。木曽川など、木曽山線の水害に悩まされていた農美平野では、18世紀中期、幕府の命令により、薩摩藩が、三河の流路を固定化する築定地水事業に取り組み、 様々な困難の末に完成させた。これらのせがえ、治水事業はいずれも洪水が多発する河川の流路を安定化して水害の危険を軽減するとともに流域における高地開発を促進するものであった。現存する農所、地方所からは江戸時代における治水の変遷を見ることができる。江戸前期にはまだ連続堤は稀であり、堤防を眼光型に配置する霞堤や 低い堤防を二重に築く二重包みが主流であった。無理に堤外に洪水流を止めると波堤の危険が増し返って被害が増大するが、霞堤や二重包みはある程度の一流を許す構造になっており、一水が浅く緩やかに流れ被害を最小限にとどめる工夫がなされている。江戸中期から連続堤が多く見られるようになるが、ところどころには、 洪水地に小清水できる箇所が設けられ、霞堤や二重堤と同じく緩やかな一水が生じるように作られ、一水しやすい土地では年貢が減免されるなどの措置が取られていた。江戸時代前半に主流だった治水が関東流と呼ばれた治水法で、ある程度の一水を認めることを基本とし、堤防は高く作らず、河川幅を広く取り緩やかに蛇行させ、一水する箇所には、 油水池を設ける方策を胸としていた。江戸時代後半になると、河川を直線化し強固な堤防によって、流路を固定し、油水池は設けず代わりに氾濫源を神殿として、開発する奇襲流の地水が主流となっていった。これにより、洪水の発生を抑制することはできたが、稼働に土砂が堆積し、天井側となりやすくなったため定期的に稼働春節を行う必要が生じ。 その地域の大きな負担となった。近現代の治水明治時代になると、新政府はヨーロッパの治水先進国だったオランダからコルネリス、ファン、ドールニアヨハニス・デレーケラに代表される治水技術者を招聘し、近代的な治水技術の摂取に努めた。デレーケが上岸寺川を見ていったとされる、これは川ではない、滝だ。という言葉は日本の河川の特殊性。 治水の困難性を表すものとして知られている。オランダ人技術者がもたらした治水は、可動に水性を設けて、流路の安定を図り川床を掘削して、流量を確保することを基本とする、低水治水であった。合わせて、組み合わせた樹脂に、基礎ステイシを配してその上に土で固めた堤防を建設するオランダ地区堤も採用された。彼らの指導の下で、 基礎参戦の治水事業などが行われ、オランダ治水技術は長らく日本の近代治水の模範とされた。オランダから移入された低水治水のみでは、洪水被害を抑えるのが困難であることが次第に判明したため、1896年に制定された河川法は、洪水地の火水を稼働内に押しとどめ一刻も早く海へ流化させることを原則とし、 水系一貫方式の治水を採用した。以後、稼働を直線化した海底棒を巡らし放水路で、河水を海へ流化しやすくする河川事業が主流となり、大川津分水の改作、新淀川放水路の建設、石狩川短落事業といった大規模な河川治水事業が19世紀末から20世紀前期に相次いで実施された。昭和期に入ると、 アメリカのテネシーが流域開発事業の影響を受けて河川総合開発事業に基づく多目的ダム、治水ダムの建設が始まった。第二次世界大戦直後の十数年間はカスリーン台風などの大水害が立て続けに発生し国民経済に少なからぬ影響を与えたが並行して行われてきた治水事業の効果によって1970年代 以行大規模な水災害は著しく減少した。そうした中で1980年代頃から洪水防止に傾倒しすぎた河川づくりや自然環境に一定の負荷を与えるダム建設に対する批判的な意見が出され始め、一方、大都市圏への過度な集中に伴う都市水害の増加が新たな治水の課題として浮上した。1990年代からは 近止全的な治水工法が導入されるとともに、ハードだけに頼らない、避難方法などのソフト面での治水対策も次第に重視されつつある。同時に都市における治水対策が急速に進展するなど、日本の治水は新たな局面を迎えようとしている。2010年代以降、日本では近海の海水温上昇で豪雨が頻発し、水害が多発する傾向にあり、 対策が急がれている。水災被害額を表す関数式水害、土砂災害による被害は次の3つの要素から構成される。水災害による被害は被害ポテンシャル、または外力規模が大きくなると増加し、水容量が大きくなると低減される。外力規模は降雨量など自然の働きに左右されるものであり。 人間の力によって増減させることがほとんど不可能であるため、所要条件と考えることができる。前説に見た通り、外力規模を所要条件として扱うとすると、水災害の被害を軽減させるためには、被害ポテンシャルを調整、減少させること、治水容量を増大させること、との両者を融合した総合的な治水対策の3つの対応が導出される。以下、 三つの対応方針を概観する。被害ポテンシャルの高い地域の冷高レベルの治水を達成しているドナウ川都市水害の冷治水の目的は人間の生命、財産、生活を水害から守ることであり、この治水目的を達成するために立案されるのが治水計画である。治水計画は次のような段階を踏んで策定されていく。まず、 対応すべき水害の外力規模を決定する。水害の規模に再現はなく、すべての水害を防御することは不可能なので、どの規模の水害に対応するかが最初の重要なポイントとなる。外力規模の決定にあたっては、防御すべき地域の重要性、その地域での水害発生頻度、河川の重要度などが考慮される。歴史的には、最初気温最大水位が、 治水計画の基準とされていたが、ついで気温最大流量が採用されると、今日治水計画上重要とされている、計画降水流量の概念が生まれた。その後、より理論的な基準として、年長化確率が採用され始めた。これは、観測された水位、流量、降水量の最大値を統計的に処理し、 ある値を超える確率を算出するものであり、例えば年長化確率が1、10であれば、ある水位、流量、降水量を超える確率が10年に1回と想定されていることを表している。年長化確率をさらに発展させたのが、年長化降雨確率の考え方であり、洪水を引き起こす規模の降雨の発生確率を統計的に求めたもので、 年超過確率よりも普遍性が高いとされている。この都市超過降確率に基づいて基本高水流量が導入されるようになった。そしてこれらをもとにした洪水確率の概念が現代の治水計画の基礎となっている。治水計画は大まかに次のような手順で策定されていく。治水計画の策定はまず計画基準点を選定することから始まる。 選定にあたっては、防御の対象となるべき地域や主要な推理、観測地点などが考慮される。日本における治水計画の規模の長期目標をついで、治水計画の規模を決定する。すなわち、年長化確率をもとにして、洪水確率イコール、N 年に一度洪水が発生するかを算出した上で、その河川の重要度、防御すべき地域の重要度、過去の水害状況、 大河川との近郊などを勘案して、どの規模の治水計画を策定するか決定する。治水対策の3方針で前述した通り、世界の大河川では500年から数千年、1万年に一度規模の治水計画が策定されており、その多くが計画目標を達成している。一方、洪水の発生しやすい日本では、治水計画の規模は数十年に一度レベルであることが多く、 計画目標の達成率は60%前後にとどまっている。次に計画降雨を決定する。これは計画策定の元となる計画降雨量と計画ハイエットグラフ群を設定するものである。方法としては実際の降雨量などを統計的に処理し、どの規模の降雨がどの頻度で発生するかをモデル化する。その上で、例えば1。 50規模の降雨に耐えうる治水計画を立てようと考えた場合を仮定すると、降雨モデルから1、50規模の降雨量とハイエットグラフを算定し、それによって導出されるのが、計画降雨量と計画ハイエットグラフ群である。計画降雨はこのように求められる。その次に、計画降水を決定する。これは、計画降雨があったと仮定した場合の計画降水を算出し、 決定するものである。計画降水は計画ハイドログラフと計画ピーク流量により表される。ハイドログラフとは、ある基準点における洪水流量を時間軸でグラフ化したもので、複数の基準点のハイドログラフを用いると、時間経過ごとの洪水流量の推移を見ることができる。また、ハイドログラフ上で示される最大流量がピーク流量である。 計画ハイドログラフと計画ピーク流量は、モデル化された計画降雨をもとに行われる、洪水流出解析によって導出される。こうして計画洪水が決定される。計画洪水が決定すれば、その流量について、どのような方法でどれだけの量を洪水調整するかが検討される。具体的な洪水調整の方法としては、ダム、湯水地、調整地の建設や、 氾濫源の復元などがあるが、各施設の位置、容量を設定し、洪水流出解析モデルに組み込ませた上で、洪水調整量が算定される。計画洪水流量を算出する合理式計画洪水から洪水調整量を除いた流量が、治水計画上、稼働に配分された洪水流量となる。既存の稼働で洪水流量を十分流化させうる場合は、 問題ないが、十分な流量処理ができない場合は放水路を建設する必要が生じる。計画降水流量は次の式で決定される。この式のほか、合理式と呼ばれる式もある。合理式は、流域面積が小さく、洪水調整施設もない河川の計画降水流量を決定する際に適用されることが多い。計画降水流量に基づいて計画降水水位が、 決定される。これは、治水計画上の河川の洪水自水位である。一般に、河川堤防の高さは計画洪水水位よりも高く、設定されている。治水計画は、以上の各過程が、段階的に積み重ねられ、必要に応じて、全段階に戻って、再検討が加えられるなどのフィードバックも経ながら、策定される。また、 上流から下流まで水系を一貫した治水計画であることも重要である。日本のように洪水流に多量の土砂が含まれる地域では上流域における砂防対策を持ち水計画の視野に入れる必要がある。1980年代、1990年代頃から治水計画策定を支援することを目的として流域内の推理、水門を視覚的に表すモデルが研究され、 発展を遂げてきた。中でも、デンマーク推理研究所が開発した、マイクシリーズというモデル群は、そのインターフェースの鑑名性と、液操作性から、世界各地で広く採用され、世界標準となりつつある。治水対策の3方針で上述したように、治水対策は、構造物の建設のみならず、被害ポテンシャルの軽減も不可欠である。以下、 治水対策として実施される主な構造物、事業を外観するが、以下に示すものだけが、治水対策のすべてでないことに注意しておく必要がある。堤防の構造は渡らせ流水池のランドサット、画像治水対策の中でも特に構造物対策は、河川環境に与える影響が大きい。20世紀に進められてきた治水対策は、河川構造物の建設を主体としており、 河川形状の確立化、川床の平坦化、無生物的な護岸の成功などによって、河川における生態系の喪失、劣化が生じた。1960年代後期の西ドイツスイスなどで生態系の維持に配慮した河川づくりの運動が起こり、1970年代には実際に西ドイツスイスオーストリアで、いわゆる近自然的な河川づくりが実施され始めた。 ヨーロッパの自然条件のもとでは、近視全的河川づくりと治水対策等を整合的に実施することが可能であり、かつての氾濫源で後に農地や住宅地として開発された地域を再び氾濫源に戻す事業が多く行われた。こうした河川思想はアメリカやアジア各国へも波及し、例えば日本では禁止全的河川づくりを日本的に咀嚼した。 多自然型川づくりが河川事業の中心に置かれるようになり、その他中国では超交流域単位で河川の自然再生事業が行われたり、韓国では都市高速道路と河川の蓋を撤去して河川生態系の再生を図るソウルの整形川事業などの取り組みが行われている。地水と河川環境の再生、維持を両立させる上で重要な視点は次の通りである。 総合的な水害対策は日本において昭和30年代の高度経済成長期に始まる急速な都市化に伴う宅地開発で行政指導により水害抑制として防災調整地の設置や都市計画法による区域区分と地水事業との調整に始まっている。この間に家屋の連端に伴って河川改修が困難な状況に加えて 当時の急激な開発により放水機能や湯水機能の低下が著しくなり、事業計画上での河川改修のみでは、治水安全度がいつまでも向上しないという深刻な状況に陥っていた。そこで、1976年に、旧建設省が総合的な治水対策の推進方策について、河川審議会に諮問し、それを受けて、審議会から1977年に、 総合的な治水対策の推進方策はいかにあるべきかという中間答申が行われた。これにより、1980年に総合治水対策の推進についてという建設事務次官通達が出され、総合治水対策特定河川事業として総合治水対策特定河川が合計17河川指定され、この各河川で流域総合治水対策協議会の設置や、 流域整備計画が策定された。しかしその後、今度は既存の調整地やため池が埋め立てられるといった状況が発生、都市部の浸水被害が頻発するようになった。また、人口増加が沈静化を迎え開発圧力が減少する一方で、被害ポテンシャルの増大や土地利用の高度化は依然として進み、都市部の河川流域における 新たなスキームによる一体的な浸水被害対策が必要となった。こうした事態を受け、2004年5月に特定都市河川浸水被害対策法が施行される。これまでに鶴見川、新川、根屋川、ともえ川、境川、境川,川の六河川とその支流の一部が対策法での特定都市河川に指定されている。ありがとうございます。